はい、ご覧いただきありがとうございます。当店はバルナックライカを専門に修理と販売を行っておりますカメラ工房松下と申します。今回は販売用のレンズのご紹介になります。で、こちらはエルマー 9cm F4 になっております。で、こっちはリアのレンズキャップ付属しております。これメタル製ですね、黒の。ちょうどいい感じになってますね、黒で。で、こちらブラックペイント仕様になっております。で、ブラックペイントでもうこちらの銀の象眼が入った凝った作りになっております。で、まずは外観から見ていきましょう。ぐるっと、まあブラックペイント特有のね、塗装の剥がれはちょいちょいあります。まあ逆にいい感じ、いいやれ感じに、やれ感が出てるんじゃないですかね。こちらの象眼はしっかり残ってますね。で、絞りの象眼もまあまあしっかり残ってますね。特に問題は当たりとかへこみとかは、ガリ傷とか大きなダメージはなさそうですね。はい。で、こちら当店で整備をしておりまして、こちらのピントリングですね、中のヘリコイドグリスを古いの拭き取って新しく入れてますので非常にスムーズです。グリスもね、調整しておりますので適度のトルクでスムーズに、とても気持ちよくピントアセスできると思います。で、こちらの絞りのリングですね、こちらもね、古いグリスを拭き取って新しくグリスを入れてますので、スムーズに引っかかりのなく回転してくれてます。で、中の絞りの羽もね、拭き上げて油浮きなどありません。で、一番気になる光学系ですね、レンズですので、ちょっと分かりやすいように外しますね。まあ特には問題はないですね。中玉も綺麗ですし、前玉のね、拭き傷もそんな見にくいものでもないですので、まあ多少のね、やっぱ古いものですので、多少の拭き傷、ちょっと真ん中にちょっと擦れ傷のものがちょっと少しだけありますけどね、後ろもね、こんな感じで特に問題なく、非常にスカッとした感じになってます。で、こちらが F の4ですね。開放の F 4の4で撮ったものになっておりまして、特に問題なくね、明るい、強い日差しの下で撮ったんですが、特に問題なく映っております。で、こちらが一番よく使うのかな、日常的に使うのかなっていう F9 ですね。で、撮ったものですが、特に問題なくね、こちらもしっかり映っておりますので、特にね、普通に影響を及ぼすものはないのかなと思うレベルの状態です。はい、ここまでご覧いただきありがとうございました。エルマー 9cm F4 ブラックペイントのご紹介でした。不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。ではよろしくお願いします。